ようこそ。お元気ですか？その後フォアハンド、バックハンド、そしてサーブなどボレーなど全部いろいろといかがですか？調子はいい感じですか？今日はこれからバックハンドのスライスの動画を撮っていきたいと思います。あとそして告知になってしまうんですけど、少し前に日本に行った際、なぎすけという番組のロケに出演させていただきました。草薙剛さん、そしてゆうすけサンタマリアさんとゲストの青山テルマちゃんと一緒に共演しているテニスの面白いエピソードになってるんで、ぜひ Amazon プライムにて見てください。すごい面白いと思います。ぜひよろしくお願いします。 Amazon プライムにてなぎすけという番組なんですけど、そちらは12月10日、そしてその次の週の12月の17日の配信もあって2つに分かれてるんで、ぜひ両方見てください。10日の日はお昼の12時配信、お昼の時間に配信なので、皆さんもぜひ見てください。ここまでフォアハンドの基礎、バックハンドの基礎、フォアハンドボレー、バックハンドボレー、そしてサーブをパート1、2、3って載せてきました。それ以外に今日はこのバックハンドスライス、皆さんすごい結構ディフェンスで使ったり、もちろん攻撃のスライスもあるし、すごくよく使われるショットだと思うんですけど、その練習をしていきたいと思います。一緒に学びましょう。今日ちょっとテニスコートの横で道の工事してて、少しうるさいかもしれなくて聞きづらいかもしれないんですけど、すみません。しっかり声張って頑張っていきたいと思います。一応マイクも使ってるんですけど、うまく撮れますように。レッツゴー。まずバックハンドスライスを打つ時の基礎から少し話していきたいと思います。皆さんどのように最初持てばいいんだろうって思ってる方がいると思うんですけど、私は個人的にはフォアハンドボレーやサーブなどと一緒のグリップで持つようにしてます。ここでしっかり力が入る感じ、この手首がすごい力入らないなっていうグリップではなく、しっかりフォアハンドボレーもそうだけどサーブもそうだけど力が入るっていうところで持ってるんで、こちらのグリップでいいと思います。でここのグリップを持ってからバックハンドスライス打つときは必ず横を向くようにしてください。バックハンドスライス打つときは必ず横を向くようにしてください。ターンするんですけど、この時にしっかりバックハンドもそうなんですけど、ここの少し股関節の動き、肩その前を向いてボールが来たからここだけ入れると、ここの股関節、この背中が回ってないの分かりますか？ここをしっかり全部ターンするようにしてください。でここの位置からグリップを握ってバックハンドスライスするときは少しテイクバックを高めに持っていくようにしてます。もちろん低いボールのときは低いところから行くんですけど、基本ここからスタートして打つイメージでしてます。なんでレディーポジションからしっかり、ここのときもしっかり広いスタンス、フォアハンドとバックハンドとかボレーもそうだけど同じ、しっかりここのストロング強いスタンスで立って、ボールが来たと思ったらターンしてテイクバックをします。その時にしっかり体を入れて、ここ少しバックハンドのテイクバックはここにあるじゃないですか、バックハンドのスライスは少しここより上に持つようにしてます。でこの時にしっかりここの角度、この90度に近い角度に持つようにしてます。ここがすごく大事になります。これがキーポイントです。しっかりここで強く固めて打つようにしてください。なんでボールが来てからターンして、ここの角度しっかり保って、ボールが来た時にしっかり当てて前に押し出すっていうイメージです。
ほどしっかりここを固めて打つようにって言いました。で前に行くときには必ずバックハンドと一緒で体重は、まあ、基本テニスのストローク全部そうなんですけど、基本後ろから前、体重は前に相手の方に攻撃していくイメージで乗せるっていうのが基礎なので、バックハンドスライスもたまにディフェンスみたいになっちゃって体重を乗せきれないこともあるんですけど、できるだけ体重を前にしっかり乗せることによってボールがこうしっかりスパーっていうスライスが打てるようになります。さっきも言ったんですけど、グリップはフォアハンドボレーやサーブと同じグリップを握ってターンした状態で少しテイクバックは上に上げます。飛行機撮影って難しいあと3秒待ってくださいOK、 今もう一回しっかりグリップをフォアハンドボレーかサーブのグリップで握ってターンします。しっかり腰も股関節も揺れて背中もで、テイクバックは少し上に90度のイメージでアップライトに立てるイメージですね。さっき少しバックハンドより少し上って言ったんですけど、だいぶちょっと上かもしれないです。もちろんそれもボールによるんで打点をしっかり考えて、低いボールだったら低いところでセットしてやるんですけど、それでもラケットは立ててるの分かりますか？今も自然とやったんですけど、ここから低くなったら曲げて、ここはでもしっかり固めてます。なんでそれがボールが高いときは少し上がるだけであって、これで変えるだけです。バックハンドボレーとまさに同じです。ボレーも低く来たらしっかりもうここまででも曲げて打つっていう道で、バックハンドスライスも高いときは高め、少し低かったら自分もしっかり曲げて、ここはしっかり角度は変えないです。固めてしっかり打つようにしてください。ここでしっかり握ったところから体重はしっかり右足、右利きの方は右足、もちろん左利きの方は左足になるんですけど、私右利きなんで右利きで、しっかり前足に乗って、ただここで一つだけバックハンドと違うのが打点が少し後ろになります。バックハンドを打つときに、ここから横から見るとここから前で打つじゃないですか。バックハンドスライスのときは少し後ろ気味、後ろで打つようにしてます。ただ体重はしっかり残っているのでボールは吹っ飛ばないです。しっかり体重前に乗せて、ここで押さえるイメージ、ボールをしっかりストリングで押さえて長く乗せて前に押し出すイメージで、この時にポイントが、横から見るとよくわかると思うんですけど、ここからラケットをこのような動き、こういう動きにならないようにしてください。ここからこうなんないし、こうもなりません。なんでしっかりここを固めて、90度固めて、どちらかというとここの筋肉がいっぱいあるところ筋肉のところで押し出す、ここ固めて押し出すっていうイメージで打ってます。皆さん、なんとなくバックハンドスライス説明できてるかな私なんでバックハンドスライスの時にフォロースルーはどこにじゃあ行くのって思うかもしれないんですけど、バックハンドスライスの時にはバックハンドみたいにフォロースルー、これを打ってこっちまで行かないように、これをすることによって体が開いてしまうのでボールのコントロールを失ってしまいます。なのでしっかりバックハンド打つ時もそうなんですけど、コンタクトしてからボールに当ててから振ると同時にこうやってローテーションを入れるのはいいんですけど、一緒に回ってしまうとすごいボールのコントロールが難しくてパワーも出しづらいです。スライスも一緒、しっかりターンした状態で当たって、ここから最後に振り抜くのは、ここから実際にはもう前に行って若干少しこっちに行くぐらいで、こうクロスにしたかったらフォロー、それもボール打ちたい方向にフォローしていくイメージで腕を持っていくのは大丈夫だと思います。なんですけど、そこでフォロースルーをここからこっちに行ってしまうとボールがチャリーンってなってスピン、なんかすごいコントロールなくなってしまうので気をつけるようにしてください。なんでしっかりスタンス広く、体幹強くレディーしてボール来たと思ったらターンで、このセットを必ず早く準備するようにしてください。この時にここに持って行ってしまうと相手にバレてしまうとか、なんかバレたくないからって思うかもしれないんですけど、最初の方はもう相手にバレてもいいんで、しっかりテイクバック早くセットして、そこから
態でストリングに乗せて、で前に押し出すイメージっていう風に打つようにしてください。ラストワンポイント、もう一つだけ。ここで今こうやってやって打点を当てて押し出すんですけど、じゃあこっちの手は何をしてるんですかっていう質問が出るかもしれないので言っときます。レディーポジションからターンします。この時に左手で支えてるイメージです。グリップ握ってるけど、こっちがなんかこう支えてくれてる感じでセットしてます。ここからリリースと上体同じタイミングでここに行くときに、当たるときと同時には左手は後ろに、これを英語ではカウンターバランスって言うんですけど、こうよくこうなんて言うんだろう、あれバランス、こうやって歩くときに両手使うじゃないですかと同じイメージ。片手だけ出してるとこうバランス崩れてしまうのと一緒で、トラックバランス崩れてしまうのと一緒で、ボール打つときにもしっかりここで当たったら左手をバタフライのように広げて後ろにバッて出すようなイメージで打つようにしてください。それをするときにこの肩甲骨を動かすイメージでガッて締めると、あのここが開かずに済むのと、なんでコントロールが出るのと、パワーをしっかりボールに伝えることができます。なのですごく大事だと思います。これはすごくおすすめします。やってみてください。できるんですけど、ボールを持っていただいて、誰か球出しとか練習相手いなくても練習したいなっていう時に自分でやってください。ボールを持って、私もよくやるんですけど、前に出して打つ、自分で持ってセットして打つ、投げて打つ、なんで自分でしっかりトス上げてセットした状態から踏み込んで打つっていう練習を私はやってます。よかったらぜひ使ってみてください。皆さん、今日のバックハンドスライス動画レッスン練習どうでしたか？少し参考になりましたでしょうか？なってるといいんですけど、説明うまくできてますように。なんで今日は少しリビューしたいと思います。バックハンドスライスを打つときにはグリップはフォアハンドボレーやサーブのボレー、サーブのグリップで私は打つようにしてます。もちろん少しずつ人それぞれ少し違うと思うんで、そこはもう自分が合うグリップをぜひ使ってください。やっぱりボールが入るのが一番大事なので、そのここはそこまでこだわらなくても少し差があっても大丈夫と思います。なんでリビューとしてはグリップ握って、ここの90度をしっかり意識してテイクバックは少し上に行きます。そこからターンしっかりして、股関節も入ってる、背中も入ってるから打点は少しバックハンドよりは少し後ろ気味で、しっかりボールをストリングに乗せて、でそこからは体重前に乗ってるけど腕も後ろ、左腕を使って後ろに行くと同時にしっかり前に押し出すっていうイメージで打つようにしてます。でフォロースルーの話もしたし、あのしっかり自分でもできる練習もあるので、少しずつ進歩できるように毎日コツコツ一緒に頑張っていきましょう。いつも皆さんありがとうございます。チャンネル登録してない方はぜひしていただいて、いいねやコメントも
ぜひしてください。質問があれば何でも書いてください。これからもよろしくお願いします。一緒に頑張っていきましょう。